こんにちは。赤尾です。本日は昼の作業用怖い話148をお送りいたします。では、早速。昼怖ー。需要あるかな？オカルトいたわ人がいなくて。小4の冬に、下校途中にある古いアパートの駐輪場に子猫が3匹捨てられてたんだけど、捨て猫を見ると放っておけなくて家に連れて帰ってたんだけど、家にはすでに2匹いるし、3匹もさすがに飼えないなと思って家に帰ってから、保健所の里親募集に登録したのよ。ダメ元で親に聞いたら、飼い主が現れるまでうちに置いてもいいってことになったから、猫を保護するためにそのアパートに戻ったんだ。戻った時間は18時くらい。冬だったから真っ暗だったんだけど、子猫が3匹ともいなくて、いなくなっちゃったのかな？と思いつつ、そのアパートの住人に聞いてみようと思ったんだよ。アパートは1階部分が駐輪場になってて、2階から4階が住居になってるんだけど、階段上がってすぐ201号室があって、一番奥が203号室な。行動力のある小4。何の疑問も持たず3階に上がったんだ。301号室、302号室、とピンポン押して、誰も出てこない。ああ、この階もダメかなんて思ってたら、303号室から女の人が出てきたんだ。ショートカットでボーイッシュな女の人。20代後半くらいかな。どうしたの？と先に声をかけてきた。まだピンポン鳴らしてなかったんだけど、その時は子猫のことで頭がいっぱいだったから、特に疑うこともなく。今日、下校途中にここのアパートの駐輪場に子猫が3匹いたんですけど、知りませんか？と聞いた。そのお姉さんのことは、東さんと書くね。子猫？知らないなぁ。猫がどうかしたの？捨て猫かな？と思ったので、里親募集の登録したんです。飼い主が見つかるまで、うちにいていいってお母さんに言われて。と経緯を話した。じゃあ、見つけたら連絡するね。電話番号とか、聞いていいのかな？自分の携帯番号を書いて、当時プリペイド式のキャラクターものの携帯が流行っていた。家に戻った。猫見つかるといいなぁなんて思いながら、チャリンコ漕いでたら、携帯が鳴った。知らない番号。東さんだった。アパートを出てから3分後くらい。こんなにすぐ？どうしたんだろ？と思いながらも電話に出た。さっきの猫の話だけど、実は、うちにいるんだよね。ええ？そうなんですか？なんでさっき言ってくれなかったんですか？ここのアパート、ペット禁止だから。他の人に聞かれるとまずいかなと思ったの。今から子猫を見に行ってもいいですか？いいよ。Uターンしてアパートに戻った。子猫は3匹とも暖かい部屋の中で駆け回っていた。東さんは、飼い主が見つかるまで、うちにいてもいいよ。と言ってくれた。もともと猫を5匹飼ってて、ペット禁止なのに、動物が好きな人だし、よかったと思って、何かあったら連絡します。とその日はすぐに帰った。保健所に里親募集の登録をした時に、職員に、子犬は飼い主が見つかりやすいんだけど、子猫は1年に2、3人くらいしか飼い主が現れないんだよね。だから、あんまり期待しないでね。と言われていた。当時はネットも使えなくて、化け放題になる前、張り紙とか作らなきゃなーなんて思ってた。幼なじみに協力してもらって、里親を探した。子猫の餌を買って、幼なじみと一緒に東さんのいるアパートに行った。心よく迎えてくれて、突撃訪問だったにもかかわらずお菓子やらジュースやら出してくれて、ゲームまでやらせてくれた。この時のことを、今でも幼なじみもはっきり覚えている。里親募集を出してから、曖昧だけど、3日後くらい。夫婦で子猫を1匹引き取りたい人がいる。と、すぐ東さんに連絡をして。相手方と連絡を取るので、連絡先を教えて。と、その後トントン拍子に話がまとまり、引き渡しの日も立ち会わせてくれて、里親になった奥さんとはメールのやり取りも続けていた。アントニオと名付けましたとハガキまでもらった。その後すぐに張り紙を見て電話してきた家族にもう1匹ももらわれていった。市街に住んでいて、親戚の家の帰りにたまたま張り紙を見かけたと。東さんと電車で一緒に最寄り駅まで送り届けた。その後、問い合わせの連絡も来なくなって、残った1匹は東さんが飼うことになった。自分はその後も東さん宅に遊びに行ったりゲームを貸してもらったりしていた。東さんの家は 1LDK で、リビングと寝室と台所、トイレお風呂って作りなんだけど、
台所と寝室には絶対に入っちゃダメだよ。と言われていた。まあ、相手は小学生だし、他人の子供だし、プライバシーがあるよねとしか思わなかった。トイレに、焼きたてパンの香り、の芳香剤を置いちゃったり、結構気さくな人だったんだけど、ある日を境に妙なことを言うようになったんだ。知らない人の家に簡単に上がったりしちゃダメだよ。ここのアパートのね、真上の部屋、女の人が一人暮らししててね、首吊りしちゃったんだよ。うちの隣の302号室の人の話なんだけど、ドアの鍵閉めたらちゃんと閉まってるか確認するでしょ？ガチャって。普通の人は1回くらいやると思うんだけど、隣の人はね、何回もやるの。ガチャ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 って。ええー、声や。と思ったけど、東さんは脅かしてるように話してたわけじゃないし、東さんのことは信用しきってたし、当時の自分の頭では深読みなんてできなかった。一回だけだけど、東さんの旦那さんにも会ったんだ。ビッグスクーターみたいな大きいバイクに乗ってて、バイクだと寒いからってニット帽とマフラーしてたから顔はあんまりわからなかったけど、挨拶も返してくれて、普通の人だったし、全然違和感なかったんだ。東さんの家でゲームしてたある日、トイレを借りて、リビングに戻る途中、ふと、キッチンの方が気になったんだよね。ダメと言われてたけど、あんまり深く考えてなかったから、ちらっと覗いたの。そしたら、ブルーシートに包まれた、何か大きなものが見えた。え？なんだろ？と思ったら、後ろから東さんに声をかけられた。そっちは散らかってるから、ダメだよ。今日は、猫病院に連れて行かなきゃいけないから、もう帰ろっか？猫の病院か。大変だなと思いつつもこれも疑問を持たずに帰った。ブルーシートに包まれた、人が横たわってるような形、大きさ、何だったんだろ？と思ってたけど、東さんには、聞けなかった。その後、東さんとは連絡が取れなくなった。ゲームを借りてて、返さなきゃいけなかったから、何回かアパートに行ったんだけど、誰も出てこない。幼馴染みが家に泊まりに来た時に、二人で家を抜け出して21時過ぎに行ったこともあった。駐輪場にはビッグスクーターも止まってないし、家の明かりもついてない。下校途中にアパートの前を通るから、何回駐輪場を覗いても、ビッグスクーターが止まってることはなかった。連絡が取れなくなってから2週間くらい、とにかく小学生の自分はゲームを返さなきゃ、と思っていた。ピンポンしても出ないし、携帯も繋がらない。幼馴染みが、隣の家の人に聞いてみれば？というから、一緒についてきてもらって302号室にピンポンを押した。302号室から白髪混じりの小柄な女の人が出てきた。すみません、303号室の東さんですが、連絡が取れなくて、何か知っていますか？あ、お隣の。そういえば、最近見てないのよね。ちょっと前に会った時は、具合があまり良くないと言ってたんだけど。そうですか。ありがとうございました。と言って幼馴染みと帰った。借りてたゲームは手紙と一緒にポストに入れた。幼馴染みも、手紙読んで連絡くれればいいねと言ってくれた。それから冬休みが来て、東さんのことは忘れかけていた。新学期が始まっても連絡は来なかった。少し暖かくなってきた頃に、東さんのアパートの駐輪場にはロープが張られていた。駐輪場には、自転車がたくさん止まってたんだけど、その時は1台もなかった。ポストのところに、取り壊し予定、工事開始丸月丸日から、と張り紙がしてあった。取り壊しちゃうなら、東さん引っ越しちゃったんだなと思った。仕方ないけど、それならなぜ教えてくれなかったんだろって、落ち込んだ。工事開始と書いてあった日にまた行くことにした。取り壊しの日。住宅地で土地が狭い地域だったので、近所の人たちが何人か見物していた。寄って行ったら、おばちゃんに話しかけられた。お嬢ちゃんも近くの子？〇〇町です。ここに住んでた人に、遊んでもらってたので。おばちゃんは、顔が青くなった。おばちゃんね、ここのすぐ裏に住んでるんだけど、このアパートには、もう5、6年誰も住んでないんだよ。その時に幼馴染も一緒にいたんだけど、二人で固まってた。アパートの中に入ったの？その人は、何号室に住んでたの？4階には、上がってないよね？303号室の人でした。4階には上がったことありません。去年遊んでもらったけど、おばちゃん、本当に誰も住んでなかったの？302号室に、管理人さんが住んでたんだけどね。5年前に、ちょっと物騒な事件があったから、そこからもう、誰も住んでないのよ。
その時は動揺しちゃって、それ以上おばちゃんには何も聞けなかった。うちの実家はマンションなんだけど、1階部分がテナントになっていて、着物屋さんがあったんだ。男の人と女の人、2人でお店をやっていて、男の人はよく花壇の手入れをしていて、下校して帰ってくると、いつもお帰りと言っていちごミルクの飴をくれてた。お正月もあったからか、何日も見かけてなくて、この日帰ったら着物屋さんが花壇の手入れをしてたのね。あれ、着物屋さん、最近会わなかったね。そうそう。ちょっと旅行に行っててね。お帰り。はい、これあげる。いつものいちごミルクの飴を手に握りしめて、家に帰ったら母親も。最近着物屋さんやってないわねー。なんて言ってたから。お母さん、ただいま。さっき着物屋さんに会ったよ。旅行行ってたんだって。元気そうだった。え、着物屋さん、会うはずないんだけど。え、だってほら、飴もらったし。手にはしっかりいちごミルクの飴を握っていた。ちょっとこれ見て。新聞を渡された。〇〇町〇〇や、男女二人、心中。と小さな記事で書いてあった。不倫の末の心中だったと書かれてた。日付は昨日だった。なんだかおかしなことばかり起こるし、5年前のことを知りたかった。当時は、恐怖心よりも好奇心が勝った。新聞を見れば何かわかるかもしれない。幼馴染と図書館に行った。図書館で新聞を読み漁った。なかなか見つからない。クラスの子にも声をかけた。夏休みになる前に、見つけた。〇〇アパート、管理人、殺害。同アパート住人による犯行。脅迫性障害を患い。もう20年近く前のことだから、細かいことまで覚えてないんだけど、大人になってから東さんが言っていた、ドアノブをガチャ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 、の意味がわかった。クラスの子が、お母さんに、なんで図書館に行くの？って聞かれたから、この話をしたら、お父さんが何か知ってるかもしれないって言ってた。と言い出した。その子の実家は、地元で代々やってる不動産屋だった。その子のお父さんのところに話を聞きに行った。東さんの住んでいたアパートは、昔仲介をやっていたことがあって、管理人さんを殺した犯人は男性だったこと。管理人さんは302号室に住んでいて、その男性は402号室に住んでいた。騒音トラブルで管理人さんが注意したことから、殺人まで発展したんだと。403号室は、東さんの言う通り女の人の首吊り自殺があった。でも、東さんという夫婦の情報は、なかった。クラスの子のお父さんは、201号室から順番に、ピンポン押したんでしょ？じゃあ、303号室の東さんが出てきてくれなかったら、4階に上がってピンポン押してたよね？だからきっと、4階に行かないように東さんが守ってくれたんじゃないかな。と言った。でも、東さんの家のキッチンで見たブルーシートの正体はわからなかった。それを境にしばらく、心霊体験、不思議体験、が続いたけど、ここ10年はぱったりなくなった。幼馴染も、この時期になると思い出すみたいで、未だにあれは何だったんだろうね、と話すんだけど、東さんも優しかったし、幽霊っぽさはなかったし。うちのアパートはペット禁止だから、うちに猫がいることは内緒ね。と東さんに言われていたので、今まであまり話さないできたのですが、さすがにもう時効かなと思って書いてみました。サクッと終わらせるはずが、書くと時間かかるんだね。見てくれてた方、本当にありがとうございました。質問あったら答えます。もらわれていった猫たちはどうなったの？アントニオはしばらくメールでやり取りしてたんだけど、自分がプリペイドの携帯なくして連絡先わかんなくなっちゃったりとか、もらったハガキもどっかやっちゃった、ひどい、って音信不通になっちゃったんだけど、事情があって子供を授かれない夫婦だったようで、とても可愛がられたと思う。死骸にもらわれた子は、メールのやり取りもしてないんだ。東さんが引き取った猫も、どうなったのかわからないんだよね。そうか。なんか時空が歪んだりしてたのかと思ったけど、猫はいたんだね。不思議。わからないことだらけだけどなんだか面白かった。書いてくれてありがとう。お疲れ様でした。ありがとう。そうなんだよ。猫は存在しててアントニオもらってくれた人も、東さんいい人だったね。なんて言ってたから、自分でも未だに何だったのかわからないんだよね。これ、勝手に住んでたパターンだろ。その可能性も考えたんだけど、トイレも普通に流れてたし電気もついてたんだよ。一応、謎が多すぎるけど面白かったよ。
やっぱり客観的に見ても謎って感じだよね。面白かったならよかった。ありがとう。最近になって思い出したんだけど、誰かに聞いてほしくて立てた。どんとこい超常現象。小学2年生の夏までは田舎の実家に井戸があったんだ。そして自分が生まれるのより前から実家に老猫が飼われてた。その猫はおとなしくてすごい頭がいいメス猫だったのは未だによく覚えてる。襖を手で開けて入ってきたり客人を客室まで案内したり。とにかく近所でも知らない人はいないくらい、振る舞いが猫というより人じみてた。実際化け猫弱張りされてるのを聞いたこともある。祖母が言うには、赤ちゃんだった自分の枕元まで来て話しかけてるのを見たことも何回かあるらしい。それも猫語じゃなくて人語で、自分が寝ている部屋から知らない女の人の声がするから、襖を開けると決まってその猫がいたらしい。当然というかその地域ではボス的な存在だったらしい。実際幼稚園ぐらいだったか、深夜祖母に連れられて曾祖母の家に向かっている時に、空き地でその老猫が中心になっている集会に出くわしたことも何回かあった。祖母が、そういう時は話しかけないようにすることを自分に注意してくれたのを、つい最近思い出した。小学校に上がるか上がらないかの季節に、曾祖母が死んだ。葬式は家で行った、はず。なぜかうっすらとしか記憶がない。老猫は炭でおとなしくしてたけれど、疾患の時に一回だけ短く泣いた。小学1年生の半ばぐらいで弟ができた。老猫はなぜか興味を示さなかった、らしい。当時自分は人見知りで友達が全然いなかったからいつも家で遊んでた。というか親から見ると作る気がはたからなかったように見えたらしい。まあいとこがいたからそいつと遊んでた記憶しかない。いとこがいない時は老猫と遊んでた、らしい。らしいっていうのは自分にその記憶が全くないから。何年か経って親に言われてびっくりしたのをよく覚えてる。当時たまに気がついたら時間が飛ぶことがあったけど、多分その時なのかもしれない。小学2年生になった頃には、老猫はボス猫を辞めていたらしい。代わりに若くて大柄なオス猫がボスになってた。それでも夜中になると他の猫が老猫を訪ねてきてるのを、何回か見た記憶がうっすらとだけどある。今思えば寝ぼけてただけなんだろうけど、夜中トイレに行くとたまに老猫と鉢合わせることがあって、普通に人語で会話していたような。まあ寒いね、とかおねしょしなくなったのか、とかたわいもない話だったけれど。当時はその猫が人間じみた行動を取ることは全く怖くなかった。まあ子供だったから、そういうものだと思ってしまって感覚が麻痺していたんだろう。2年生の夏、その猫が死んだ。当時実家は土地だけは広くて母屋と分家と蔵、そして庭の外れに、もう確実に100年以上は使われていない井戸があった。井戸の上には転落防止のために木の蓋があった。だいぶ古くなってたけれど、8月の半ばだったか、お昼頃そこを通ると、老猫が木の蓋の上で寝てた。最近までなぜかここからの記憶があやふや、というか全くなかった。未だにうろ覚えなんだけども、危ないよ、そこの板古くなってるから。で自分が話しかけたら老猫がゆっくりこっちを見て。いいんだよ、知ってる。元気でな。みたいな感じで喋るとまた日向ぼっこの体勢に戻って、そこでプツン、って記憶が飛んで、その3日後からしか覚えてない。というか思い出せない。3日後の途中からはよく覚えてる。老猫が3日も家に戻ってこないことなんて、今までになかったからみんな大騒ぎで探してた。車に轢かれたんじゃ、とか、頭のいい猫は死に際を見せないからどこかで静かに死んでるんだろう、とか大人たちが騒いでる真ん中に入っていって、自分についてくるように言うと井戸に歩き出した、らしい。あんまり覚えてない。老猫は井戸の底で見つかった。100年以上使われてないはずの井戸はなぜか水が復活してた。自分がなんで知ってたのか散々尋ねられたけれど答えられなかった。覚えてなかったから。自分が井戸に投げ込んだんじゃないかとか話し合ってたらしい、祖母曰く。それから井戸は埋めることが決まった。すぐに埋め立てられた。その後なぜか自分だけその猫のことが記憶から消えてた。周りも話し合ってなるべく話さないようにしていたらしい。だけどしばらく不思議なことは続いた。猫の集会が空き地から元井戸のあった場所に変わったり、どこからか鳴き声が聞こえたり。猫には不思議な力あるみたいだしな。猫股とか。ちなみに井戸は簡単に埋めたらいかんらしいよ。埋める前にちゃんとした神主みたいなのを呼んで札を入れたりお祓いしたりしてたのを見た記憶はあります。水神様がうんぬんとかいろいろやってました。
ただ当時の自分はなぜ埋め立てるのかさっぱりわからなかったんですけどね。しばらく経つと怪現象は収まりました。もう少し続きます。時間は過ぎて高校卒業と同時に寮に住み込みで働き始めました。いろいろと金銭的な問題で大学に行けなくなったり、その他もろもろ。実家に戻ってゆっくりできるまでに3年かかりました。帰ってきてなぜか真っ先に気づいたんです。忘れ物をしていることに。荷物を自分の部屋に放り投げて挨拶もそこそこに蔵に向かいました。びっくりしました。住み込みで働いてた3年の間に蔵が取り壊されているんですもの。蔵に置いたままの忘れ物はどうなったのか聞くために祖母のところに飛んで行って尋ねました。それは子供の頃にした忘れ物ってこと？そうです。老猫曰くできれば捨てないでほしいとあの日井戸の上で言われました。まあ結果から言うと祖母に聞くまでもなく見つかりました。祖母の部屋にかけてありましたから。祖母曰くこれだけはなんとなく捨てられなかったらしいです。その絵というか写真画を見た瞬間にいろいろ忘れていたことを思い出しました。ぼんやりとですけども、老猫がいたこと、一緒に遊んだこと、あの日井戸のそばで約束したこと。写真家の番の猫は、老猫曰く自分の父と母らしいです。というかこうやって文に起こしてると結構思い出してくるものですね。もう一つ約束があって、これから先この家で猫を飼う時が来たらよろしく頼む、と。まあ子供の頃の記憶ですからデタラメだと言われればそれまでですが。今家には3匹猫が住み着いてたりする。猫を飼うのは老猫以来だったり。あと井戸について興味深い話を祖母から聞きました。祖父の母親が、父親が病気で死んだ際にあの井戸のそばで包丁で腹を裂いて殉死したこと、それがちょうど65年前の真夏日。老猫が死んだのがそれからちょうど50年後だということ。調べてみると、だいたい50年単位であの井戸のそばで何かしら死にまつわることが。これで終わりです。多分に付き合ってくださった方ありがとうございました。猫の写真がウプ。何この綿毛。あんたこの前スレ立ててたな。写真の猫の目が光るとか鳴き声がするとか。十数レスで起きたから誰も覚えてないと思ってました。あれからは起きてないと思ったけれど、昨日金縛り食らって手を握られて引っ張られたりしたな。まあ猫じゃないからセフセフだよね。その写真の猫の娘が老猫なんか、まだなんか伝えたいことがあるんかな。家の猫も今はボケちゃったけど、俺が赤ちゃんの時とか枕元にネズミとか持ってきたり、幼稚園児の頃は家の鯉の池に近づくと、危ないから近づくな、みたいな感じで泣いてたらしい。多分自分の子供みたいに思われてたんだろうな。これはもう25年以上も前ですが、実際に体験した話です。もともとある場所に起因する話なのですが、当時私は高校2年から3年への春休み中で、ことはその時に起こりました。そのある場所というのは、大阪経済金融の中心地、北浜天満橋界隈。正確には、そこを流れる大川に架かる天満橋と、道島川、土佐堀川と中之島公園で二分される場所です。3月のある日、友人の母親から一本の電話が。斉藤くん。うちのケンジと昨日一緒じゃなかった？昨日は一緒やないですよ。などとそっけないやりとりのようですが、彼を含め、友達数人とよくつるんでいたこともあり、そういった電話もたまにあったので、特に疑問にも感じませんでした。ですが、一晩帰っていないということもあり、他の友人たちに電話で確認したところ、同様の電話がケンジの母からあったようです。ですが私同様、誰も当日はケンジとは会ってないとのこと。結局、心配になった母親はその日の夜、地元の警察に捜索願いを出し、息子の無事を祈っておりました。ですが、翌日になって地元ではなく大阪市内の東警察署から電話があり、その内容が、2日ほど前、管轄の川で飛び込みがあったようで、その時の遺留物があるので、一度確認に来ていただけないか。といったもの。電話を受けた検事の母としては、まさかと思いつつも確認を行うことに。警察で見せてもらった遺留物というのはスニーカーで、中には同様に脱いだ靴下も入っており、それは天満橋のちょうど真ん中あたりに、綺麗に揃え脱いであったとのこと。その際、遺書は見つかってはいないものの、状況的に飛び込んだ可能性が強いというものでした。
スニーカー自体どこにでも売っている平凡なものなのですが、確かにケンジが履いていたものにもあったため、一度帰って確認をすることに。その時、担当の警察官からは、周辺の聞き込みも行っておりますが、目撃者については現在見つかっておらず、飛び込んだものとも、どこかへ失踪したものとも、一概には申し上げられません。との返答。とりあえず、帰って下駄箱を探すと、同様の靴はなく、いなくなった当日に履いていた確率が非常に高くなったこともあり、状況報告を担当警察へ連絡することに。当然母親としては、まさかとの思いもあり、飛び込んだとは考えたくはなかったのですが、電話越しに担当の方は、大変申し上げにくいのですが、ご希望があるようでしたら、万が一の場合を考え皮をさらいます。とのこと、さらに補足的に、時間が経つと発見が非常に困難になる場合があるため、早めの決断をしていただきたい。と、翌日、心配してケンジの家を訪ねた私を含め友人たちに、ケンジの母親はここまでの経過を話してくれました。その帰り道、私を含めた友人の間でも、まさか、あいつがそんなことするなんて信じられないとの思いから、多分2、3日したら帰ってるでなどと、希望的観測で話をしていたりしたのです。しかし、とうとう彼が帰ってこなくなり1週間が経ち、いよいよ川をさらう作業を行うことに。その連絡を受け、ケンジの家族と私含め仲の良かった友人3人で、現場に行くことになりました。実際、現場では警察関係者及び地区の消防団の方々で、結構な人数での探索となりました。ダイバーなどはおらず、鍵のついたロープを、岸と船から投げては引っ張るといったものでした。みんな一生懸命順々にロープを投げては引く姿を見ながら、きっとどこかでまだ生きてるはずと、正直私たちはとても複雑な気持ちで、作業に参加しておりました。余談ですが、作業をしていた地元消防の方に聞いた話では、ここらは身投げする人が多く、しかもなかなか遺体が見つからないそうなのです。結局、その日は大量のゴミが引き上げられただけで、彼の存在及び、それを確認できるものについては見つけることができませんでした。反面、ほっとしたような、でももしいるのなら早く見つけてあげたいような、なんとも言えない気分で、皆その日は帰ることとなりました。その日から3日間捜索は続けられたのですが、私たちが参加したのは最初の1日目のみで、以降は、家族だけが手伝いに行くこととなりました。結局、捜索では結果は出ず、ひとまず打ち切りという形となり、以降は警察からの連絡を待っていてほしいと言われ、引き上げることになったそうです。捜索初日同様、私たちも家族も、きっとまだ生きてると、不安を希望に変え過ごすことになると思われたのですが、その夜に、不可解なことが起こりました。家族の元へ電話がかかり、ケンジの母親は直感的にケンジからだと思い受話器を取ると、しばらくの沈黙の後、当然沈黙の間、母親はケンジ、今どこにいるの?と、問いかけ続けたそうなのですが、見つけて、お願い。とだけ言うと切れてしまいました。当然、母親としては、きっとどこかにいて、今さら恥ずかしくて帰ってくることができず、探してくれるのを待っていると思っていたようなのですが、その電話がかかってきたのとほぼ同時刻と思われるタイミングで、私、そして友人宅にも、全く同様の電話がかかってきていたのでした。実際、私も不安はあるもののケンジの母親同様、絶対どこかにいるんだと思っておりましたが、電話のあった直後の友人やケンジ宅への確認を行うことで、希望より不安、そしてその確認でほぼ同時の電話であったことに不自然な感じが否めなくなったのです。また、そのケンジからと思われる電話を受けた1時間後くらいに、一緒に捜索に参加した友人の一人から、電話がかかってきたのです。その電話の内容というのが、その友人の知り合いでとても霊感の強いおばさんがおり、普段さして連絡を取り合っているわけでもないのに、電話がかかってきたようなのですが、開口一番。達彦、あんたの知り合いで、こんな子いてないか?と、失踪した友人と特徴のよく似た人物像を達彦に説明を始め、詳しく聞いていると、ちょうどケンジが失踪した翌日の夜中から、そのおばさんの枕元に、当時の私たちくらいの年頃の男の子が立つようになったそうです。そのおばさん曰く、以前からもよくそういったことがあったため、特に気に留めることもなく過ごしていたようなのですが、その日以降、毎晩いることと、日に日にその表情が険しく、そして何かを訴えたいという思いが伝わってきたそうで、とても胸騒ぎがし電話をくれたそうです。また、
その彼がとても良くない状態に向かいつつあるのだそうで、一刻も早く見つけてあげないとと伝えてきたので、私たちだけでもう一度現場の捜索に行くことになりました。実際には捜索というよりも、そのおばさんがもう少し詳しいことを知りたいというのと、ある程度の場所を特定できればとの思いで。翌日の夜、おばさん宅へ友人と一緒に向かい、そこからタクシーに乗って現場へと向かうことになりました。そのタクシーの中で、現場についての話をしてくれました。その場所を含め大阪市内は、戦争時空襲を受け、たくさんの人が亡くなっており、おびただしい数の人たちで、その川も埋め尽くすくらいになっていたそうです。そういった無念にも亡くなった人たちの思いや怨念が、その場所には渦巻いており、話によると、そういった怨念はたくさん折り重なり、一つの大きなものとなるんだそうです。仮にそれを怨霊という言い方をするのなら、それら怨霊がここの霊の無念を扇動し、同様の無念を現世の人間にも味合わせる、自分たちの仲間とする、ことだけが目的となり、彷徨うのだそうです。その話からも、賢治自身最初から死のうという気持ちが強かったわけではないにもかかわらず、そういった怨霊に導かれたのだと説明していただきました。なので、自分自身に悩みがあったり鬱な気持ちになっている時には、間違ってもここへは近づくな。と言われました。また、こういう目的で来る時は、絶対持っていなさい。と言って、折り紙に小分けした塩を持たせてくれて、何か嫌な感じがしたら、その塩を足元と自分にかけなさい。と、注意を受けました。そういった話の中、現場から一本西側の、天神橋へ到着。橋のたもとでタクシーを降り、そこから現場の天満橋へと向かう予定だったのですが、タクシーを降りるなり、おばさんはそのまま天神橋を渡り始めようとしました。私たちは何か考えがあってのことなのかな?と思いつつ、成り行きを見ていました。しかし、それにしては異様なくらい早足で橋の中央へと向かってくため、おばさんどこ行くの?と慌てて声をかけながら近づいたのですが、一向に返事はなく、少し不安に感じ肩に手をかけ引き止めようとしたのです。ところが、話せ。と、さっきのおばさんではない、とてものぶとい男性のような声で一蹴され、ものすごい力で肩にかけた手を振りほどかれました。これはやばいと思い、慌てて後ろから羽がいじめにし、抱き止めようとしたのですが、ノンノン黙ってる、話せ。と、抱きついた私をものともせず、引きずったままどんどんと橋の中央へと向かっているのを、ようやく三人がかり止めることができました。しかし、相変わらず不可解な名前を叫びながら、歩みを止めようとはしませんでした。私たちはパニックになりながら、おばさんを正気に戻そうと必死に声をかけたり、背中を叩いたり、さっきの塩をおばさんにかけ、もう、投げつけるくらいの勢いで、たりしておりました。しばらくの間続けていると、弱々しい声で、もう、大丈夫。と返答が返ってきたので、我々も手を止め、しばらくおばさんの様子を伺っていました。大きに、あんたらが必死で止めてくれんかったら、私もケンジ君の二の舞やったわ。と話したのを聞き、みんな青ざめてしまいました。それほどここにいる怨霊は強い力を持っており、本来心に隙がある場合に入ってこられるようなのですが、霊感の強い人というのは、どうもその霊感の強さが諸刃の剣となるようで、精神状態以下によらず、非常に接触しやすいとのこと。それだけに、十分気を張っていないと通常の人より、危険なのだそうだ。さらに事情を聞いてみると、どうやら我々が来たことと、その目的が分かったらしく。またケンジを見つけさせたくないのだ。と、おばさんは説明してくれました。まさにタクシーの中で話してくれた怨霊たちが、邪魔をしているのだそうで、先日の捜索時などにも影響していたのだそうです。さすがに、こんなことがあったので今日は諦めて帰るのかなとも思ったのですが、おばさん曰く、ケンジがこのままでは、同様に怨霊の仲間になってしまう。とのことで、せめて場所だけでも特定したいと続行することになり、その場でおのおのが塩を振り、残りを手に握りしめながら、そのまま天神橋の中央から、中之島公園へと、向かうことにしました。おばさん曰く、まだ場所は特定できないが、どうも公園より下流にいる気がする。とのこと。この公園はホームレスの方たちも多く、あまり良い噂もないので、気味のいいところではないのです。皆で公園へと降りる階段を下っていきました。そこから東側は公園の突端となっており、そちらへは行かず、そのまま橋の下をくぐり、西南側の川べりへと出ようとしたのですが、その時におばさんが小声で、
早くくぐり。と言われ、皆そそくさと橋の下を抜けようとしたとき、橋脚の方から、ふふ。と、くぐもった笑い声が聞こえてきました。みんなも聞こえたようで、背中に冷や汗をかきながら小走りに橋を抜け切ると、今度は明らかに私たちに向かって、帰れ。と冷静に叫ばれました。口調は冷静ですが、とても大きな声で、みなびくっとしながら声のする方を見ると、全身黒ずくめ、暗くてあまりよく見えてない、の老人。顔の輪郭だけがやけにはっきりとして見えた。が、立っていたので、てっきり、ホームレスだと思い込み、友人ともども、少し安心したのですが、振り返ると同時に、みんなにかぶさるようにしておばさんが、あれは死神やからもう見たらあかん。と言われ、続けざま。あれと、目合うてないやろな。と、言われました。みんな、口を揃え、合うてない、合うてない、と言い、少しそこから離れました。あれも先ほどの運用の一つだそうで、あそこにいる人たちで、心に隙のある人を見つけては、仲間にするためにあそこにいるのだそうです。続けざまにそういったことが起こったこともあり、おばさんとしても我々のことが気がかりだったらしく。もう、今日はやめとこ。改めて私だけで見に来るわ。と、結局捜索は断念し、そのまま公園を西へ進み、なにわ橋から公園を後にし、意気同様タクシーを拾って、おばさんの家へと向かいました。その帰りのタクシーの中で、同行した友人の中の一人に、あんた、さっきの死神の目見たやろ。と言われ、その友人が少し後ろめたげに、うん、とうなずきました。やっぱり、とおばさん。その場を離れた私たちには感じなかったのですが、おばさんにははっきりと、その死神がその友人にかなり強い興味を抱いているのを感じたそうで、切り上げる決断をしたんだそうです。おばさんの家に着くと、先の友人に、あんた、上着脱いでみ。と言われ、みんなそれまで気づいていなかったのですが、脱いだ上着の左肩部分にぼんやりとですが、単なる汚れとは言い難い、黒い手形がついておりました。見てみ、これでわかったやろ。と。あんたは二度とあそこには近づいたらあかんよ。と、強く念押しされました。上着もお払いしとくから、置いとき。と言われ置いていくことに。それから友人ともども、しっかりとおばさんにお払いをしていただき、その日は帰ることになりました。体験談としてはここまでなのですが、後日談として。その後、おばさんから経過の連絡も来ず、状況も変わらないまま1ヶ月が過ぎようとしていました。そして検事が失踪して約1ヶ月後に、捜索した現場からそれほど離れていない、道頓堀川、中之島公園の突端から下流へ100メートルほどのところから南へと分岐、で、遺体が見つかりました。ほっとしたような、とても残念な気持ちで、ようやく供養をしてあげることとなりました。そのことをおばさんに報告すべく、友人の達彦が電話をかけたのですが、一向に電話に出る様子はなく、おかしく思い、達彦は両親におばさんと連絡が取れないと相談したところ、両親がそのおばさんの姉に連絡を取ってくれることに。すると、あの日以来、入院しているとのこと。原因については詳しいことは分かっておらず、連絡のつかないおばさんの姉が家を訪ねた時異変に気づき、救急車で入院することになったそうです。その話を聞き慌てた私たちも、おばさんの見舞いに行ったのですが、入院時からずっと昏睡状態で、話もできない状態でした。そして、翌日には息を引き取ったらしく、その連絡だけを達彦から、彼の両親を通し聞きました。死因やその他詳しいことについては、ほとんど伺えておりませんでした。以上が話のすべてです。おばさんの死とあの出来事に因果があるのかどうかは、我々ではわかりません。が、もしおばさんがいなければ、我々自身が同じ目にあったのかもという、恐怖だけは感じました。後期として、当時の不可解な点として、飛び込んだ時の状況は、お昼過ぎまで雨が降っていて多少河川が増水していたが、流された先には公園の突端があり、上がることも十分可能ではなかったのか？また、飛び込んだ際及び、その直前直後に至る目撃証言は一切なく、残された靴のみが、発見されたこと。橋を徒歩で渡る人はあまり多くないと思われるが、交通量は多く、たくさんの車が通行しているので、多少の目撃証言はない方がおかしいと、警察の担当者も話していた。最後に、彼らの仲間になる前に解放されたのか否かについては、知る由もありませんが、友人たちとしっかり供養させていただいたので、安らかに成仏していると思っております。おばさんも、安らかにお眠りください。
大学生の頃の話。俺は下宿近くにある定食屋で出前のアルバイトをしていた。まあ本業の片手間の出前サービスって感じで電話応対やルート検索、梱包、配達まで調理以外のをほぼ全てを俺一人でこなすという感じだ。客の大半は俺と同じように大学近くで下宿する学生なので、1年もバイトをすれば寮の名前や位置はもちろん、どんな人が住んでるかってのが大体わかってくる。その日もいつも通り数件の配達をこなして、そろそろ上がりっていう時に店の電話が鳴った。以下はその時の会話。毎度ありがとうございます、〇〇です。宅配をお願いします。ありがとうございます。それではお名前とご住所、お電話番号をお願いいたします。声の主の返事はなかった。自分の住所を正確に把握していない人は経験上割といたので、きっと調べているのだろうと、その時の俺は別段気にすることもなく返事を待つことにした。案の定しばらくすると。エータ、〇〇町三角三角四角四角番地、080。という返答があり俺も一安心。その後はいつも通りオーダーを取った。前輪で調べると、名前からして以下にもな学生マンションの場所に一致した。商品を荷台に乗せ原付きで走って5分程度、農道を少し入ったところにそのマンションはあった。結構大きい建物だったので遠目に見たことは何度かあるが、近くに行ったのはその日が初めて。鉄骨4階建てのかなり年季の入った趣、外観だけ見てもボロいことはすぐに分かった。21時を過ぎたそこそこ遅い時間なのに明かり一つついていない。正直家賃1万円でもここには住みたくないというのが俺の感想。ここで俺は初歩的なミスに気づいた。部屋番号を聞くのを忘れていたのだ。こういうミスがあった場合は大体俺の携帯から客に直接電話するのだが、突然知らない番号から、特に携帯電話からかかってきた電話を取る人間はそういない。若干気落ちしながらもとりあえずメモを片手にコールする。相手が出たのは驚くほど早かった。もしもし。管理人室ですよ。そのあまりの察しの良さは気味が悪かったがとりあえずお礼を言い、立て付けの悪そうな戸を開けてエントランスに入った。暗い、遠くの道を走る車の音が聞こえるぐらいの静寂。人の気配が全くしない。引き戸の扉が左右に並ぶ廊下が続く、廊下の蛍光灯はついていない。スイッチを探す手間よりもさっさと届けて帰りたいという気持ちが強かったので、そのまま奥に進み管理人室の戸をノックする。ガラガラと戸が開いた、部屋からの光が廊下に漏れる。声のイメージ通りのひょろっとした風貌の男性が。遅い時間にすみません。と迎えてくれた。俺は部屋の明かりとその丁寧な対応に安心してしまい。暗かったからここまで来るのがすごく怖かったですよ。なんて冗談交じりの営業トークができるぐらいの余裕は取り戻した。その後受け渡しと支払いは滞りなく終わり俺は帰路に着いた。それから閉店の22時までは店長とだべりながら掃除や片付けをし、今日の売り上げの精算をするいつもの流れに戻った。注文を取った伝票を照らし合わせながら電卓で計算していくと、2000円以上売り上げが不足していた。10円やそこらの差額はたまにあり、自分の財布からこっそり出すことはあったがこの差額はあまりにも大きい。横で精算を見ていた店長も。心当たりは？と首をかしげていた。札1枚どこかで落としたなんてことはありえるが、料金があまりにも中途半端なので、今日宅配で回った伝票の額と差額を照らし合わせていく。答えはすぐに出た。あのマンションに宅配に行った時の伝票に書いてあった額だけがすっぽり抜け落ちていた。おそらく丸々学生マンションを訪問して、帰るまでにお金をどこかに忘れてきたということを説明すると、店長はさらに首をかしげながらこう言った。マンションの名前間違ってるんじゃないか？もう一回ちゃんと調べてみろ。指示の意図がよくわからず、もう一度前輪を開き住所の場所を指すと店長は、奥から持ってきた学生寮の住所や大家さんの電話番号が記録されてるノートをめくりながら、さらにうんうんとうなっていた。俺は差額について特に咎められることもなく、まかないを食べその日は下宿に帰った。普段は結構口を酸っぱくして指導するタイプの店長が、この日に限ってこんななあなあな対応だった理由を知るのはその数日後のこと。次のシフトに入った時、店長から、もしこの前のエータさんからの注文来たらやんわりな。というお達しがあった。これは理由をつけてやんわり断れという意味だ。いたずら電話だったり悪質なクレーマーに店がこの措置を取ることは以前から知っていたが、いきなり過ぎたので俺も、何かあったんですか？と質問してしまった。店長は、まあちょっと丸々にも気味の悪い話で悪いんだけど。という前置きでタバコをふかしながら話し始めた。
あの学生マンションは、5、6年ぐらい前までは店の常連だった人が経営していたらしく、そのつながりで結構住人にも贔屓にしていたそうだ。しかし、その常連さんが病死してからは管理する人間がいなくなったことで学生寮は閉鎖。まあ学生寮の閉鎖自体はここ数年の流れを見てもそこまで珍しいことではない。というのが店長の段。そんな事情があったからこそ先日そのマンションに宅配に行ったという俺の話を聞き、もしかすると親族の人間が新しく経営し始めたんじゃないかと思い昨日の昼間、挨拶と下見も兼ねて寮まで行ってきたそうだ。だが、寮は荒れ果てたままでどう考えても人の住んでいる感じではなかったらしい。やっぱり俺の間違いだったという結論でそのまま帰ろうとした時、管理人室から。どうぞ。というこもった声が突然聞こえたらしい。かなり驚いたらしく、その場で固まっていたらしいが。どうぞ。という声がもう一度聞こえたので、恐る恐る戸を開けると、中は口かけで何度か呼んだがその後返事はなかったらしい。店長は寮を飛び出して真っ昼間にもかかわらず一目散に逃げた。足元を見た店長は気づいたそうだ。先日俺が運んだであろう料理が床にぶちまけられていることに。それ以上は聞きたくなかった。幽霊にしろ何にしろ俺はそのわけのわからないようで、わけのわからないものと談笑しちまったんだから。俺が控えていた電話番号にも電話したみたいだが繋がらなかったらしい。もちろん俺は発信履歴を削除した。数ヶ月後俺は店を辞めた。一年半勤めたのでそろそろ環境を変えてみたいというのは建前。仕事をしているとどうしてもあの時のことが脳裏をよぎった。辞めることを決定づけたのは、その出来事から1ヶ月と少し経った頃、再び例のエータから電話があった。俺はわざと店長に聞こえるように、エータ様ですね。と声が震えるのを必死に抑えながら復唱し、それを察した店長が、代われとジェスチャー。出前のサービスはしばらく見合わせてると嘘をついていた。電話を切る間際、店長の顔が明らかに動揺しているのが分かった。店長が俺を見て一言。今から店に来るみたい。もう限界だった。その日、結局エータを名乗る者は来なかった。俺は都市部に住居を移したしバイトを辞めたしで店と疎遠になり、それ以降のことは知らない。祖父の話を投稿させてもらうよ。祖父は関西で建築業をしていて交友関係も豊富だった。その人付き合いからか、割と人から変わったものを買うのが多かった。見えっ張りな祖父は、日本刀とか虎の置物とかを、悪く言えばよく買わされてた。お酒を飲むとおしゃべりになる祖父は、とある箱の話をしてくれた。今はどこかへやった箱だが、とんでもなく曰くつきだったらしい。古びてはいるが、不思議と綺麗に感じる箱だったらしい。ところどころは剥げていたものの、全体的に綺麗に保たれていて漆のような黒だったと言っていた。元は韓国だか中国のお寺のような場所にあったとのことだった。そのお寺がなくなり、どのような経緯かわからないが日本まで来たらしい。そして、友人の手を渡り、祖父の元まで流れてきた。友人は中は絶対に見てはいけない、見れば必ず大変な目に遭うと言われ、何度も何度も見るなと釘を刺された。友人は冗談を言うようなタイプではなく、祖父もかなり怖くなったと言っていた。ただ、楽天家な祖父は重く受け止めてはいなかった。値段は決して安いとも言えなかったようで、3ほど包み買い取ったようだった。友人はお金に少し困っていたようで、父も援助のつもりで箱を買ったらしい。ただ、箱の使い道もわからず、そのまま事務所のコンテナに入れっぱなしになった。それからしばらく過ぎた頃、祖父が怪我をすることが増えた。夏休みには俺も事務所に遊びに行くことが多かった。その時に、電動ノコギリ?で指を切断した現場に居合わせたことがある。祖父は切れたと笑っていたが、事務員たちがドン引きしていたのは今でも覚えている。それから従業員たちの怪我が続き、祖父も頭を抱えたような。そして、事務員として経理をしていた祖母がふとつぶやいた。動物を見なくなった。事務所は何箇所かあって、コンテナがある方は特に自然と動物に囲まれていた。たまにイノシシも出るぐらいだった。さすがに、鳥ぐらいは嫌顔でも見る。そこで、動物が出ないのは異常なのはすぐにみんな気づいた。しかし、誰も箱の存在を知らないので原因もわからずに気味悪がっていた。祖父はふと箱のことを思い出した。そこでコンテナまで足を運ぶと、そこにはネズミと鳩と、いろんな虫の死骸が大量にあったそうだ。さすがに祖父もまずいと感じて、箱をナイロン袋に入れ、頼れそうな知人の家に向かった。
祖母が贔屓にしている知人は、オカルトに精通しているようで、祖母はすごいすごいといつも言っていたのを覚えている。俺も母親と祖母から話だけしか聞いていなかったが、全く信じてはいなかったし、騙されてるんじゃないかとも思っていた。結果的に大惨事になったようだった。その知人は謎の頭痛に今も悩まされ、その付き人は大事故に遭い、もっとひどい状態になったとのことだった。祖父は箱を渡しただけとのことだが、おそらく開けかけたのではないかと言っていた。そして、すぐに祖父に箱が返ってきた。さすがに捨てることもできず、祖父は何を思ったかそれを自宅に置いた。とは言っても、一箇所に長いこと留めなかった。後から分かったが結果的にそれが良かったのではないかと言っていた。しかし、それでも妙な現象は起きた。まず、声が聞こえてきた。低い、ううという声が何重にも聞こえてきた。時には廊下から、時には耳元で聞こえてきた。これには祖父も答えたようだった。祖母は裸の若い女を見たと言っていた。今をさーっと通り過ぎ、次の瞬間には後ろを通っていたらしい。その時に祖母が感じたのは熱気だったらしい。その他にも、今からぼや騒ぎ、悪夢、猫の鳴き声があったらしい。祖母はよく寝ている時に頭を触られると言っていた。箱を移してもしばらくは見えるらしいが、時間が経てば消える。それを1ヶ月ほど繰り返し、祖父の知人の知人がついに解決できそうな人を探し出した。待ち合わせに来たのは普通の若い男女だった。祖父は普通に近所にいるような人だったと言っていた。話を聞くと夫婦らしく、二人で農業をしているみたいだった。毎年、野菜を食べさせてもらっているがとても美味しい。祖父は車に箱を入れていたが、旦那さんが大層怖がったそうな。車の周囲に大量に何か人のようなものがいて、どれもご体満足ではない。それらは赤黒く、いびつな形をしていると言った。祖父は二人に確認を取り、箱を持ってきた。そこで旦那さんが吐いた。旦那さんは、そこに地獄があると言った。一度、血味毛量の塊になった場所を訪れたことがあると言っていたが、そこの火ではないらしい。その箱自体が地獄であり、その箱自体が全てを黒く潰すようなものらしい。まさに、存在すらしてはいけないものだと。土地も人も空気もあらゆるものを汚れさせる。存在自体が否定されなければいけないものだと。旦那さんは、この箱はあらゆる場所で、あらゆるものを落としてきたと言っていた。その時、楽天家な祖父ですらこれを持ち続けることができないと悟ったそうだ。旦那さんが女性に大丈夫か聞き、女性はうなずいた。そして、旦那さんと女性、箱を一晩一緒の部屋に置いた。後から旦那さんが夢で見たことを話してくれた。古い古い時代、おそらく中国が起源ではないかと、それはすでにそこに祀られてあり、誰かが興味本位で開けたらしい。そして気が触れ、寺ごと燃やした。そこの僧侶が火の中に飛び込み、燃えながら箱を取り出した。そして、そこで力尽きた。しかし、箱は開けっぱなしだった。そこに集まったヤジ馬たちを狂わせた。女性が裸で反狂乱で周囲の人間を殺しながら笑っていたと言っていた。それが町に伝染し、巧妙な僧侶が封じるまで猛威を振るったそうな。もちろん、旦那さんの夢だが、祖父は事実だと確信していた。女性は、多分、ダメだと思います。すみません。と言っていたが、箱は少しひび割れていた。これも祖父が知人に後から聞いた話だが、奥さんは強い妖怪に取り憑かれているらしい。奥さんに害があるわけではないが、奥さんに害を与える者に対して、かなり攻撃的な妖怪みたいだった。旦那さんは見えるが払う力はない。女性は見えないが、払える状況を作れる人だった。なので、払いたい人、付き物を払われたい奥さんの関係は、ある意味で利害関係になっていた。ただ、人に霊がついている場合、その人ごと攻撃する。なので、危険な場所か者だけに対応してるとのことだった。もちろん、知人には紹介料を払うシステムらしい。その旦那さんは見える以外にも、俺から見ても本当に聖人のような人だった。それもあると思うが、旦那さんには妖怪は反応しないみたいで、奥さんもこの人だけは本当に特別だと言っている。男性の下心ですら、ついてるものが攻撃とみなす。さらに親のしつけですらその対象に入るらしく、ついているものが奥さんの周囲をむちゃくちゃにしたらしい。奥さんは箱の何かにわざと攻撃され、ついてるものに攻撃させた。ダメだと悟ったのは、奥さんが元気になったからだと言っていた。いつも倦怠感と奇妙な感覚があるが、強い曰くつきに合うと、体が楽になるとのことだった。おそらく、ついているものが一時的に消耗し、奥さんから離れるせいではないかとのことだった。
今回は半年ほど元気さを保つことができたらしく、大層喜んでいた。今は子供もできて、なんとか幸せに過ごしているみたいだった。その後、箱の現象も一時的になくなった。祖父はその間に必死に知人を当たり、そういういわくつきのものをコレクションしてる富裕層の中国人に、倍以上の値段で売り渡したと言っていた。ただ、悪用されないか心配していた。実は、俺はそのコンテナでその箱を開けたことがある。中には、干からびたか細い赤子の手のようなものがぎっしりと入っていた。あの時、触っていたらどうなったん？こんな私は死んだ方がいいですか？悩んでいます。私は大学卒業後、レンタルビデオショップの店員としてフリーターの生活をしていました。もともと学校では友達が多かったわけでもないですが、社会人となった、数少ない友人から聞く苦労話さえ、当時の私にとっては羨ましいものでした。梅雨入りする頃には家族内のいざこざなどあらゆることが、雨の日の憂鬱と相まって特にこれといった目的もなかったのですが、ある友人のオーストラリア旅行の話を聞いているうち、どこでもいいから飛び出したい衝動に駆られて、梅雨明けと同時に日本を出ました。オーストラリア大陸の北西部にある町で、彼と初めて出会いました。そこは猛暑と紅葉の大地にポツンと気まぐれに作られたような小さい町ですが、月への階段という自然現象が見られると、某旅ガイドブックに紹介されているおかげで、日本人旅行者には有名です。彼は一見すると不老者そのもので髪は伸び放題、T シャツ短パンも何日も洗濯していない様子でしたが、安宿にいた日本人はどういうわけか彼の周りに自然と集まっていました。でもそれは彼の人となりを知ればすぐわかることで、とにかく面倒見が良かったのです。天の弱でひねくれていた私に何度無視されようとも、彼はいつも一人だった私に挨拶したり、言葉をかけてくれました。結局、無神経にずかずか入り込んでくる彼の後ろから、ありえないんだけどとつぶやいていた私の方が、分け隔てなく接するあの場所では、ありえない人間だということに気づきました。それからは夕食に招かれる際には参加して、アルコールは苦手ですがその後の飲み会にも付き合うようになったのです。月への階段まで1週間と迫った頃には、10人近い人数が集まりましたが、15分もあればぐるりと回れる規模の街に娯楽と言えるものはなく、バスで走ること20分のビーチに日光浴をするぐらい。その日が来るまでただ時間を潰すのに苦心する毎日。雑談の話題さえことかき、誰ともなく始めた怪談話もなくなった時、仲間の一人がビーチへ行く途中、日本の墓地らしきものを見かけたという話を持ち出しました。こんな日本から遠く離れた僻地に墓石なんてあるわけがないと、見つけた本人も半信半疑のようでしたが、宿の地元スタッフに聞くと、戦前に入植してきた日本人が眠っているということでした。そこは昔から真珠の養殖が盛んで、日本に限らず中国などアジア諸国から多くの移民がやってきたそうなのです。ダーウィンの戦争記念館では、隙間なく寄せ書きされた大きな日照記や古式ゆかしさを忍ばせる式のほか、数多くの銃器が展示されていました。私はそれを目にしていましたから、今でこそ反日感情は薄れてきたと言えるでしょうが、当時がどんなものだったか想像しました。戦後の混乱によって帰国できずにいたのか、それとも何か特別な事情があって失意のうちに留まったのか、私にはわかりません。しかし、どんな事情があったにせよ、周りには荒野しかなく、反日に吹き荒れていたであろうあの地に留まることはできないと思いました。私たちは皆若く、それゆえ好奇心旺盛でした。スタッフの話を聞き終え、誰もがその墓地へ行くことで束の間の刺激を得ようとしていました。しかし、彼だけは、肝試しにはいかない。年ぶり、結局、彼抜きで明晩決行ということでまとまりました。翌朝、半数がバスに乗ってビーチへ向かい、残りの半数が懐中電灯や虫除けスプレー、食材などの買い出しを済ませ、昼食を持ってビーチへ合流。そしてまだ日の高い時間に先発グループが夕飯の支度のため宿へと戻っていきました。私は彼と同じ後発組で、息苦しいほど暑い日差しが傾き始める頃まで海水浴を楽しみ、その日は最終の一本前のバスに乗ることにしました。しかし、帝国となっても一向にバスが来る気配はない。そんなこと、あの国では大都市でもよくあることです。その都度腹を立てていたら疲れるだけで何もいいことなんてありません。あの時もそうでした。最終バスを待てばいいものを、血気盛んというのかこらえ性がないというのか、歩いて帰ることになったのです。
海岸沿いに続く道を折れ、内陸へと道なりに進む。最初は意気揚々とした歩調であったのに、いつしか誰もが暑さと疲労で無口になって、先を歩く男子とも距離が開いていきました。でも日が暮れるまで十分時間はあります。大井と先頭の子が応用に手招きをし、道から外れた方向へ腕を差し向けながら、小走りに道路を横切っていきました。その先にはそれまで赤茶けた大地だけだったのに、大小様々な草木が集合して茂みを作っています。少し前を歩いていた彼の横について二人でみんなの後を追いました。ああやっと日陰で休める、などと愚痴をこぼして歩を進めるうち、さっきまで雑然としていたヤブが何かを避けているように見えました。お墓だ。そう思うだけでなぜか、ゾッとしました。あたりはまだ明るいし、日本の実家のすぐそばに墓地があるので、そんな意識するほどのものではなかったはずなのに。彼もそれに気づいたのかしばらく無言になり、突然。俺はこんなとこで死にたくはなかった。と弱々しく言いました。確かに彼がそういうのを聞き驚いて、とっさに私は死にたくなかった。と彼に問い返しましたが、彼は土器を含んだ調子で今度ははっきり言いました。こんなとこで死にたくはないな。と。一体いくつ墓石があったのでしょうか。簡素なフェンスはかなり奥行きがありました。100や200では聞きません。切り出したままの岩や黒い御影石にお名前が彫られ、中には消えかかって判読できないものまでありました。広い敷地内には雑草が点在し、野ざらしの墓石に手入れをする人、ましてや手を合わせ供養する身内もいないのでしょう。私は目についた雑草に手を伸ばし引き抜いては、フェンスの外に投げていました。散策に飽きて木陰で休んでいた他の仲間も遊び半分に真似し始めます。全く焼け石に水というような作業でも、胸のモヤモヤを吹き飛ばす役には立ちました。日も暮れ、疲れて辺りを見渡すと、奥で一人後ろ姿の彼が手を合わせて黙祷をしているのがわかりました。そして、彼はリュックからペットボトルを取り出し、乾ききった石に水をかけたのです。私たちは一滴でも行き渡るよう水をまき、墓地を後にしました。結局、その日本人墓地への肝試しの計画は流れてしまいました。あの日宿へ帰る道々、私たちは冷やかしで行く場所ではないと分かったからです。夕食を作ってくれていたグループには、昼間あの場所へ行く方が怖い、などと説明し、魔除けと称して大量の水を持たせました。翌日、怖くなかった、と言って帰ってきましたが、魔除けはどうしたの？と尋ねると、重いから墓地に巻いてきた、ということで、とりあえずなんとなく分かってもらえたようでした。彼の様子がおかしくなっていったのは、墓地へ行ったあの日からでした。いつも中心になって話をしていたのに、急に塞ぎ込んで一人でいることが多くなり、月への階段の日を目前にして、パースへ南下する長距離バスに乗って行ってしまいました。3ヶ月後、パースで私は彼と再会しました。シドニーから長い列車の旅を終え向かった宿に彼はいたのです。彼が去ってからすぐメールを送りましたが、それまで一度も返信はなく、私も送信することはありませんでした。最初は驚きましたが、奇跡とかいう陳腐な偶然はこんな風に訪れるものなんだと思います。話したいこと、聞きたいことは山ほどあり、彼も同じ気持ちだったようで、私たちは時間が経つのも忘れてお互いの近況を報告し合いました。よくよく話を聞けば、彼は材木店で働いたお金で中古車を購入し、翌日南部へ出発するということでした。もともと私は3週間ほどブラブラ滞在した後、また列車でシドニーへ戻る予定でしたが、停車駅が彼の目的地と重なることもあって、そこまで相乗りさせてもらえないかと懇願し、彼は承諾してくれました。終始彼は初めて出会った頃のように明るく、あの日突然彼が去った経緯など、私の頭からは綺麗に抜け落ち、昔話が出た拍子に思い出してそのことについて尋ねてみました。彼はただ、あそこから早く出たかったから。と答え、私もなんとなくわかるような気がして、深くは追求しませんでした。それからは楽しい旅になると思っていました。停車駅までの道程の間、5カ所、それぞれ2、3日停泊する予定でした。南部地方は北部と違い、緑が多く、自然豊かな場所で地域によっては気候も冷え込むことがあります。しかし、広大な地であることは変わらず、そのため有効し始めた携帯電話のインフラも不整備のところがほとんどで、ひとたびエンストを起こせば誰かが通るのを待たなければなりません。犯罪に巻き込まれて、どこかに埋められてしまえばきっと迷宮入りです。もしかすると、そこに誰かが埋められているかもしれない、とそんなことを考えながら景色を眺めていました。
彼は疲れても決して運転を変わろうとせず、そうかと言って居眠りしてしまった私を咎めることはしませんでした。本当に待遇は良かったのですが、日増しに会話が少なくなり、沈黙を嫌って私が話題を振っても、彼は生返事ですぐ途切れてしまい、居心地が悪かった。それは運転中気が散るからとか、ハンドルを握ると性格が出るといった、そういう類のものだと思いました。ですが、彼はハンドルから離れてもこちらから話しかけなければ口を開くことがなくなり、唯一アルコールが入る時だけ私の知っている彼に戻りました。だから私はアルコールをできる限り切らさないようにして、その日もいつものように夕食の後、テーブルの上にそっとビールを置きました。それまで私は名前以外、彼の素性というものを全く知りませんでした。知る必要もなかったし、知らなくても支障なくこれまでやってきましたから。逆にそれを聞くことでギクシャクしてしまったり、私のことまで根掘り葉掘り詮索されるのが心配でした。それが突然、彼はこの旅を始めるきっかけとなった出来事を語り出しました。その時私は世間知らずでピンときませんでしたが、おそらく最近問題になっている、マルエーやマルコー F のような会社で働いていたこと、取引先の社長が首を吊っているのを目撃してしまったことなど涙声で話し、ひどく食えている感じでした。私はおえつを漏らしながら告白する彼を前にして、ただ聞くことしかできませんでした。でもそれでよかったんだと思います。今なら誰にも言えない苦しさがどんなものか、そしてどうすれば和らがせることができるのか、わかりますから。語り終えると彼はテーブルに突っ伏し、しばらくして何事かつぶやいて静かに席を立ちました。死んだ方がいいんだ。多分そう言ったのだと思います。その晩、私は夜遅くまで日記を綴っていました。書き記すことが多かったのと、ある疑問が頭をよぎってなかなかまとめることができなかったからです。どうして、彼があの時そのことを私に話したのか。釈然としないまま、ノートを閉じて部屋へ向かいました。4人ドミトリー部屋でしたが、宿泊者は彼と私の2人だけ。他の部屋の宿泊客も就寝したようで、辺りは静かでした。鍵穴を手探りしている時、カサカサと物が擦れる音に気づきました。明らかに自然のものではありません。ゆっくり扉を押し開けると耳に届く音が大きくなり、窓からハスに差し込む月明かりの中、彼がベッドの上で半身を起こして私を睨んでいるのが見えました。異様に鋭い二つの眼光に居すくめられ、声を上げることも、身動きすらできません。瞬間ふっと彼は視線を外して、両手で足をさすり始めました。取り憑かれたように手を懸命に動かし、それもどんどん速くなっていきます。その時、先ほどの音の主が彼だと気づきましたが、一心不乱に上下する彼の動きも音も気味が悪くて、私は怖くて気が変になりそうでした。とりあえず声をかけてみよう、そう私は思いました。しかし、もし彼がそれに答えてくれなかったらと考えると、さらに恐ろしくなってその場に座り込み泣いてしまいました。どれくらい時間が経ったのかわかりません。いつしか、音が止んで、痺れるんだ。こうしてないと、動かなくなるんだよ。でも、大丈夫。と聞こえました。私が顔を上げると、彼はすでにベッドから降りてこちらに向かってきました。腰が抜け、張って部屋から出ようとした時、彼は戸を大きく開いて私の横をすり抜けていきました。片足を引きずって、私は彼を見届けてからも少し呆然としながら、我に返ってすぐ扉を閉め鍵をかけました。もちろん、彼も鍵を持っていたはずですから、またいつ帰ってくるとも限りません。とにかく私は扉に背を当て彼の侵入を拒もうとしました。ベッドまでのわずかな距離さえ恐ろしくて、寝袋を取りに離れることもできません。ブルブル震えながら、朝一番でここを出ようと決めました。朝の喧騒で目が覚め、いつでも逃げれるようにと扉を開け放したまま、手早く荷を詰めました。チラチラ出口を見ていたのですが、私がバックパックを背負った矢先、音もなく彼がドアの前に立っていたのです。ゾッとしました。しかし、辺りは明るく、彼の後ろを通り過ぎる人影に勇気づけられ、私、バスで行くから、と切り出し、彼は、そう。と間を置いて、送って行ってやるよ。と申し出てきました。もう、いいから、構わないでよ。そう言った途端、彼がひどく悲しそうな表情に変わるのを見て少し胸が痛みました。私はチェックアウトするついでに、パースへの上りと停車駅までの下りの長距離バスについて尋ねました。すると早くても翌日の昼だというのです。親切に調べてくれたスタッフも、私たち日本人が一緒に車で旅をしていることを知っていましたし、
急に私がバスに乗って出て行こうとしているのを見て心配したのでしょう。喧嘩でもしたの？と聞いてきました。どう答えていいものか悩んで、そう。顔も見たくないから、部屋を変えてほしい、と頼み、そのスタッフは仲直りを進めるようなことを言いつつ私の要求を飲んでくれました。新しく割り当てられた部屋は前と同じ間取りで、3つのベッドには先客の私物があるだけで誰もいませんでした。しかし、一人ではないという安堵する気持ちと長い緊張からの解放で、意識していなかった疲労がどっと体に現れました。戸締まりを確認して横になるとすぐ意識がなくなり、ルームメイトが戻ってくるまで私は眠り続けました。あの時の私は空腹よりも加齢の恐怖心が勝り、翌日のバスの時刻まで部屋にこもるつもりでした。目が覚めてからは必死にノートへ書き込み、何かしら文章を頭の中で練っている間だけは、不思議と落ち着くことができました。が、喉の渇きとトイレだけはどうしても我慢ができず、夕食のせわしくなる時を見計らって行動に出ようとしたのです。トイレは彼の部屋の脇に一つ、キッチンを抜けた先にもう一つありました。人気の少ない場所で鉢合わせするのだけは避けたいと思った私は、キッチンの方を選んだのです。案の定夕食の準備に多くの人が集まり、その中に3人のルームメイトと仲良くしている彼の姿が見えました。足早にやり過ごそうとすると、彼の私の名前を呼ぶ声が聞こえて一瞬立ち止まり、間を置かずに。腹減ってんだろ？という彼の意外な言葉と優しい物言いに、私はついうなずいてしまいました。イギリス人とオーストラリア人二人のルームメイトと楽しそうに食事をしている彼を見て、真夜中の出来事が全て夢だったのではないかと自分自身を疑い始めていました。私は話が途切れたところで、自然に、でも内心ビクビクしながら、夜どこで寝たの？と彼に尋ねました。すると、リビングのソファーでマッサージしてたらそのまま朝まで寝てた。ところでなんで泣いてたんだよ。お前、たまに気味悪いことするよな。というような返答が戻ってきました。困惑です。でも、なんでマッサージ？という素直な疑問を彼にぶつけると、顔をしかめてかなり渋った挙句、おずおずと話してくれました。鉄の鎖に下がる黒い物体から水が滴る音。風もないのに自転して、徐々に暗闇から白い顔が浮き上がってくる。その表情は寂しげであったり、笑っていたり。でも最後には必ずじーっと見つめてくる。彼は定期的に、暗い工場で首を吊った社長の自殺現場を夢として見ていたのだそうです。そして、北部の日本人墓地まで遡ります。彼はそこを訪れて以降、その夢を頻繁に見ると同時に別のものが現れるようになったと言いました。それが潜水服の男でした。宇宙服のような格好をした男は、頭の部分を時間をかけてゆっくり外していくというのです。そしてその男はマスクを小脇に抱え、手招きの動作を繰り返すのですが、彼にはなぜか男が恋ではなく、されと言っているように思えたそうです。私はそこまで彼の話を聞き、気になったことがあったので彼にその潜水服の絵を簡単に描いてもらいました。それはやはり私にも見覚えがあったのです。私も普段夢を見ているのでしょうが、朝になってしまうといつも綺麗さっぱり忘れてしまいます。そのくせ日常生活でもよく白昼夢の類を経験しますし、この旅で一番自覚したのは同部屋の人から、朝ほぼ聞かされる私の寝言です。怒ったり、笑ったり、泣いたり、時には歌うこともあるそうです。しかし、一切思い出すことができない。彼はケアンズの博物館に真珠の養殖のために使われた、昔の装備一式が展示されていたのを目にしていて、後になって思い出したそうですが、私もどこかの博物館で見かけただけだと思うようにして、彼には何も言わず、続きを促しました。その男が夢に出た時に限って、いつもどこかしら体が痺れる。そのままにしておけばいずれ麻痺して、動かなくなるんじゃないか。そんな根拠のない恐怖に煽られる。そして彼は首吊りの夢にも変化が起こったと言いました。睨みつけられるだけだったのに、口を激しく動かしてこっちに叫んでいる。でも何を言っているのかわからない。その顔が恐ろしくて目をそらそうとしても、口元に焦点があって外れない。一番怖かったのはその口の動きで、死ね、と連呼しているとわかった時だった。そして、彼は宇宙服のようなものが潜水服と気づいてから、何もかもがあの日本人墓地に結びついていると思うようになって、あの土地を離れたと言いました。事実、遠ざかるほどに二つの夢は見なくなり、パースに到着してからは週に一度歩かないかだったそうです。体が痺れることもなくなり、あの土地を訪れる以前の平穏な日に戻ったのです。
しかし3ヶ月後、旅の再開と気を同じくして、なりを潜めていた悪夢が再び始まりました。彼はその夢はまた少し前のものと変わっていると教えてくれました。首吊りの死体は相変わらず死ねと叫び続けるのですが、潜水服の男はマスクを取った後、されではなく殺せと、意識に直接働きかけるようにして言うのだそうです。そして、彼が過去の告白をした日の昼間、彼はソファーで本を読みながらうとうと寝入った時、首をくくって死ぬ前の社長に彼が、隠し通せるとしたら、死ぬ以外にないですよ。どうしますか？それでもお金ないですか？という夢を見たのだそうです。それは現金を回収する際に彼がよく口にしていた文言だったと言います。あまりにも現実味を帯びていて、やり直せるならやり直したいと願いながらも、その意に反して再現される夢をいたたまれない気持ちで傍観していると、社長は、今死ぬ以外にないんだよ。お前がな。と言い放って夢が覚めたそうです。変な時間に寝てしまったこともあり、私はその晩もまた遅くまで彼から聞いた話を書き留めていました。気味が悪い、それしか感想はありません。彼の過去に対する根深い罪悪感が起因しているのだろう、私はそう結論付けることしかできませんでした。翌朝私は何食わぬ顔をして、彼の車に乗り込んで次の目的地に出発しました。心配だったから、できるだけ彼のそばにいてあげようと思ったから。その日は400キロ近い長距離を走らなければいけませんでした。2時間に一度車を休ませながら単調な景色を眺めていると、私はいつしかまどろんで意識がなくなり、彼の切羽詰まった声で現実に戻りました。私にはとても短い間です。おい、大丈夫か？彼は車を端に寄せ、半ば怯えた様子でそう問いかけてきました。私は何が？と困惑しながら彼の顔を見ると、にわかに夢の残像が蘇り始め、今にも消えそうなイメージを紡ぎ止めようと目をつむりました。私はどうしようもない怒りを抱いて、潜水服の男と対面していました。マスクを外したその男は彼です。おい、どうした？もう一度、彼に呼び戻されました。そして、私は彼に問いただしました。彼の見た潜水服は誰なのか、マスクの下は誰だったのか。彼は驚きながらも、短く低い声で、俺だ。と答えて、でも、どうして？と詰まりました。私は何と言っていいものやら、戸惑い、考えあぐねているうち、彼は、お前は一体どんな夢を見てたんだ？とつぶやきました。今まで教えなかったけど、君が悪いことばかりお前は言うんだよ、寝ている間に。さっきも突然お前だけ帰らせるかとかなんとか言ってた。さすがにこんなこと初めてだったから起こしたんだよ。私はショックでした。夢の中で何かを必死に叫んでいた覚えがあったから。また、私は彼が本当と嘘を言ってるのだと思いました。なぜなら夢の中の私は、死ねと何度も叫びながら、彼を刺していたからです。幾度も幾度も。彼が車を発進させてから、私たちは終始無言でした。どちらかが、何か言い出せば現実になりそうで怖かった。ここで大筋の話は終わり。日記を読み返して、忘れていたことが多すぎて本当に過去にあった出来事なのか、それとも記憶の産物なのか区別できない。そういうことってよくあるでしょ。どちらにしても、作り話として読んでもらわないと困る。懺悔？告白します。今でも苦しめてる。大きな衝撃と音で目が覚めた。目の前の光がいびつに屈折し、焦点が合わずにいるのかと思ったけど、それはフロントガラスの蜘蛛の巣のように張ったひびのせいだった。その真ん中には赤い血のようなものまである。隣にいる奴はハンドルに額を軽く何度もぶつけながら、やっちまった。と涙声でつぶやいてた。頭の中にはすぐカンガルーが思い浮かんだ。夜行性の動物が道路から光に誘われて飛び出してくるから、夜は車の往来はほとんどない。市街地は別だけど、タイヤ交換に手間取って予定より大幅に遅れ、漆黒の帳が降りてからも走ることを余儀なくされてた。やっちゃったものはしょうがないでしょ、早く行こうよ、そう促すと、あいつは、そうはいかないだろ。と声を荒げて、ドアを開け外に出た。カンガルーを引いた場合、道路脇に移動させるのが常識。だけど実際は死なずに瀕死の状態だった時、近寄るとこっちに被害を加えることが多いからそのままにしておくのが普通。注意しようとして、あいつがカンガルーではないものを引きずっているのを目撃した。連絡先を交換しないままあいつと別れた。だけど帰国してメールが届いてた。
思い出したくもないから、少しほっといたけどあいつの生死を確かめようと思ったの。別れてすぐの日付だったかな、あんな原始的生活が行われてる田舎で、どこでメールを送ったんだか、不思議でしょうがない。それにはただ短くこう書いてあった。あのことは誰にも言うな。あのことって何よ。もうこれ読んだ時にはマジ、笑った。このことでしょ？あの陰気な顔で毎日、死にたい、死にたいっていうの聞いてるだけでほんとうんざりした。いつかこいつ、自死するとか言うんじゃないか、気が気じゃなかった。その頃、ほんとあいつを殺したいと思ってた。だから、別れる前に全体やお小型ナイフでえぐっといた。中の針金みたいの出てくるまでやっといたから、バーストしてくれてればいいんだけど、あいつの望み通り死んでればいいのに。何がなんだかわかんなくなっちゃった。あいつが居眠りして人引いてんのに、罪の意識を忘れてさ。一人で溜め込んでると気が狂いそう。これって、通報されんの？って言っても、証拠も何もないから無理だよね。事件にもなってないしもう確かめようがないし。ここって捜索推奨でしょ？はい、全部俺の作り話でした。疑わしきは罰しろとか言われても作り話だから何も出ませんよ。嘘か本当か区別できない人はなんとやら。どう？楽しんでもらえたかしら。ああ、すっきりした。マジ、ありえないんだけど。サイバードラッグ、麻薬音楽というものをご存知だろうか。その名の通り、聞けばまるで麻薬を吸ったように灰になってしまう、という音声だ。法的にはグレーゾーンだそうだが、探せばネットに普通に転がっている。しかし、だからといって安易に手を出しては、絶対にいけない。数年前の話になるので、もう話してもよかろうと思う。大学時代の話だ。俺は田舎から東京の某私立大学に入学した。いじめられっ子ではないけれども地味だった俺は、華々しく大学デビューを飾ることもなく、無難に大学2年生に進級した。当時仲が良かった男友達を、仮に A とする。A は地味な俺とは違って、明るく快活な奴で、彼女もいた。なんで A が俺と友達になったかというと、音楽の趣味が合っていたからだ。好きなジャンルは主にテクノトランスだった。A はいわゆる企画系サークルに所属していて、学生の、はっきり言えばランチキパーティーだろう、企画にぴったりな曲を二人でネットから探してきていたわけだ。ある時、A が俺に。すげえ音楽がある。まさにトランス状態になれるぜ。と言ってきた。またネットから拾ってきたらしい。何それ？またいい感じの曲見つけたの？と聞くと。そんなもんじゃない、サイバードラッグだよ。と、まずはその名前に引いた。ドラッグって、ダメ、絶対だろ。そんなもんがなんでネットに転がってんだ？と思って A に聞くと。ただの音だよ。音。なんか、左右の耳で別々の周波数の音を聞くと、催眠状態になるんだって。いいから、聞いてみろよ。恐る恐る聞いてみた。その音声は、小川？の音のような、水がちょろちょろ流れている音をバックに、機械的な工程のディープ音が繰り返されている奇妙なものだった。なんだこれ？こんなもんで灰になれるかよ。奇妙な音とそれを興奮気味に語る A、両方不気味だった俺は、すぐヘッドホンを外し、再びネットサーフィンを始めた。この時に A を止められていれば、どれだけ良かったか。変な大人だけ、と高をくくって甘く見てたんだ。2年生になって、授業も難しくなり、実験実習も必修になる。踏ん張りどころだ。必修を落とすと厄介だからな、そう思っていた矢先、A が学校を休みがちになった。最初は2、3日で復帰していたのが、1週間単位で学校に来なくなった。さすがに心配した俺は、A に電話をかけてみた。よ A、最近見ないけど、どうかしたのか？ A は意外なほど普通だった。いやー、サークルとバイト忙しすぎてさ。ノートは見せてくれ、頼んだ。またかよ、と言おうとして、気がついた。A の部屋に音楽がずっと流れている。しかも、それはサイバードラッグの、あの奇妙な音だった。全然普通じゃなかった。A はあの音に囚われたんだ。すぐさまサイバードラッグについて調べ、A に再度電話した。A、お前ひょっとしてまだあの音声聞いてんのか？ああ、聞いてるよ。一日中ハイで、疲れ知らずだぜ。楽しみ邪魔して悪いんだけど、そのサイバードラッグってやつな、暗示かかりやすいやつが聞くとマジでヤバいから。確かにヤバいな。これ聞きながら彼女とサックスすると信じられないくらい気持ちいいんだぜ。ふざけてんじゃないんだ。
お前、それ本気でやめた方がいいって。は？なんでやめなきゃいけないの？別に法破ってるわけじゃねえし。法とか関係ないから、現にお前それに囚われて大学来れてねえじゃん。やめろって。なんでお前に指図されなきゃいけねえんだ、やめねえから。A がマジギレした。A は明るいやつだったが、フレンドリーなだけで、人にキレるようなやつじゃなかった。あの音声が A を蝕んでいるのは明らかだった。A の異変に周囲もようやく感づく。最初にそれを感づいたのは、もちろん A の彼女だった。この子を仮に B 子とする。B 子は俺の姉貴のサークルの後輩で、姉貴が妹みたいに可愛がってたから、俺との面識もあった。その B 子が、姉貴に相談に来たそうだ。B 子が姉貴に相談することなんてしょっちゅうだったけど、この時は本当に悩み切っていたらしい。もちろん、彼氏である A のことだ。姉貴から聞くところによると、A が最近ずっと同じ音楽を部屋で流している。それもただの曲じゃなくて、機械的で変な音声。あのサイバードラッグだ。その音声を聞いている間は、A は普通の優しい A なのだという。しかし、コンポのスイッチを消そうとすると、立ちどころに逆上してひどい時は暴力を振るうそうだ。最近ではさらにエスカレートし、B 子に強引にサックスを迫ることさえある。もちろん、音声は流れたまま。ことは十二分に重大だった。暴力を振るう時点で、警察に行きなさい、と姉貴は B 子に言った。しかし、B 子は警察には行かなかった。まだ、昔の A になんとか戻してあげられるはずと思っていたのだろう。それは俺も同じことだった。B 子は、姉貴の次は A の友人である俺に頼ってきた。俺は B 子にサイバードラッグのことを伝えた。あの音声が、彼を変えてしまったことを。どうすれば A を元に戻せるか。俺と B 子は至極単純な結論に至った。A のマンションに乗り込み、サイバードラッグを力ずくで取り上げる、である。地味な俺は、地味にジム通いをしており、基礎体力はある方だと思っていた。万が一 A と取っ組み合いになっても勝てるだろうと。姉貴に車を出してもらい、3人で A のマンションへと向かった。A の部屋は2階にある。階段を登るのに二の足を踏んだ。部屋の鍵は開いていた。中にいたのは、ほぼ廃人と化した A だった。部屋にはあの奇妙な音声が大音響で流れている。その中で、A は恍惚の表情を浮かべていた。あれ？ B 子？俺は無視しているらしい。なんだこいつは？とイラついたとき。あはは。あろうことか俺の眼前で A が B 子を犯そうとしやがった。驚いて声すら出せない B 子。てめえ、いい加減にしろやー。俺が A を突き飛ばし、コンポを思い切り蹴り倒した。プチ。あの音声が消える。うずくまっていた A が、旗と顔を上げ、俺を見た。怒りでも憎しみでもなく、無表情だった。今でも、この無表情は夢に見る。人間らしい感情も温かさのかけらもない、虫みたいな顔だった。A はその顔のまま、台所へ駆け込んだ。B 子が泣き叫んだ。やめて。A の手には包丁だ。考えている暇などなかった。腰を抜かしている横の B 子を抱え、ドアに走った。包丁を持ったまま、A が追いかけている。しかもこの時、A はうなり声みたいに声を出していた。ブー、ブー、ブー、ブー。サイバードラッグを声で再現していたんだ。もう、本当にヤバかった。無表情で包丁を持ちながら、機械のような声を出して追いかけてくる A。階段を降りる時間なんてない。幸いここは2階だ。俺は B 子を抱えたまま2階から飛び降りた。前のめりにこけるも、すぐ立ち上がる。足のきしみなんて無視して、死に物狂いで逃げる。直後。そして、あの声が近づいてくる。車で待機してた姉貴は突然 B 子を抱えながら走ってきた俺に唖然としながらも、とっさに後部座席のドアを開けたまま、車を発車させた。間一髪、滑り込む俺と B 子。ブー、ブー、ブー、ブー。は、すぐ後ろまで来ていた。助かった。しかし驚くことに、A は車に追いすがってきた。俺は A の変わり果てた顔を見たくなくて、ずっとうずくまってたけど、A はずっと俺を見てたんだろう。姉貴、まだ追ってきてる、早く早く。そして交差点を猛スピードで走り抜けるとき、後ろで音がした。A が右折車に跳ねられた音だった。A は死にはしなかったが、A を跳ねた人には不幸すぎる話だった。A が包丁を持っていたことから、俺ら3人は警察に事情を聞かれた。もちろん、何から何まで話した。警察の人も困ってたが、サイバードラッグは絶対に取り締まるべきだ、
とも言った。優しい A をあんな化け物にしてしまったものがネット上に転がっているなんて、正気の沙汰じゃない。俺ら三人は、時が経つにつれて前向きにそれぞれの道を進めるようになった。しかし、A は今では精神病院に入院している。先日面会したのだが、喋れもしないようだった。担当医師に聞いてみた。もう治せないのか？と。実在する薬物だと、その化学成分を体から抜き、依存から抜け出す糸口を探れるのですが、ただの音の場合は、自分で出せてしまうので、ほとんど不可能です。A は今でも精神病院の一室で、小便を漏らしながら口でビープ音を出し、甲骨に浸っている。ブン、ブン、ブン、ブン。作業ははかどりましたか？また一緒に作業しましょうね。では、またねー。